虹は、ロシアの画家、イヴァン・アイバゾフスキーが1873年に描いた絵画である。キャンバスに、油彩で描かれている。縦105センチメートル、横136センチメートルの大きさを持つ。モスクワのトレチャコフ美術館に所蔵されており、ホール19に展示されている。会計画に分類される。ロマン主義に属する。本作は、批評からによる。 アイバゾフスキーの描画スタイルは現代的ではなく彼の才能は突きかけているといった趣旨の批判に対する答えであるとされる。発表後、本作は大きな評判になった。本作は美術品収集家のパーベルトレチャコフによってロシア絵画の真珠と称され彼によって買い上げられた。小説家のヒョードルド・ストエフスキーは本作に接して実際に 嵐の中にいるようなスリルを感じ、この絵を好んだとされ、アイバゾフスキーは、本作によって巨匠になったとの胸を述べている。トレチャコフ美術館館長のゼリフィラトレグロワは、虹の光によって、広い意味で、救いの希望があることが表現されているとの胸を、述べている。2016年に、トレチャコフ美術館で開催された、イヴァンアイバゾフスキー展では、本作の他に、第9の波や、 国会などが展示された。水しぶきの中を太陽の光が通過して激しい嵐に見舞われた海の上に虹が出ているが虹はほとんど視認できない。岩石の多い海岸の付近で沈没しかけている船から船員が救命ボートに乗り移って逃げようとしている。救命ボートには13人の船員が乗っている。船を漕いでいる者も,もいれば恐怖の あまり縮こまっている者も,もいる。相談手は航行する方向を示している。帽子を振っている白髪じりの男性は虹の方に視線を向けている。船のマストは大きく傾いている。カモメが1は飛んでいる。高い波に妨げられて水平線は確認することができない。水しぶきのために海岸の岩肌はほとんど見えなくなっており、沈没する船の輪郭もぼやけている。 本作には青色の他に紫色や緑色、ピンク色や白色、水色など様々な色が用いられており、色調は落ち着いている。虹の向こう側に見える海水はややピンク色がか,かっている。ありがとうございます。